ウォーカー・アンソニー・ビューラーは、アメリカ合衆国ケタッキー州歴ントン出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のロサンゼルス・ドジャース所属。2012年の MLB ドラフト14巡目で、ピッツバーグ・パイレッツから指名されたが契約せず、バンダービルト大学へと進学した。大学時代は、ダンズビー・スワンソンとチームメイトだった。 2015年の MLB ドラフト一巡目で、ロサンゼルスドジャースから指名され、プロ入り。契約後すぐに、トミー・ジョン手術を受け、1年間のリハビリ生活を送る。2016年8月23日、参加のルーキー級アリゾナリーグドジャースで、プロデビュー。8月28日、A 級グレートレイクスルーンズに昇格し、2試合に登板した。 AAQ タルサ時代2017年、マイナーでは級、AQ ガクエ門クス、AAQ タルサドリラーズ、AAQ オクラホマ式ドジャースでプレーした。シーズン途中には、テキサスリーグのオールスターのメンバーに選出された。9月6日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、翌7日のコロラドロッキーズ戦で、メジャーデビューを果たした。この年はリリーフとして起用された。 2018年に初の開幕投手を務めた。5月4日にメキシコのモンテレーにあるエスタディオでベースボールモンテレーで行われたサンディエゴパドレス戦に先発し、6回を3支球、無安打無失点に抑え、結果的に系統でのノーヒットノーランを演出する足がかりとなった。6月21日にラら骨を痛めて故障者リスト入り、 同28日のシカゴカブス戦で復帰するも、1回後、失点と打ち込まれて故障者リストに戻った。7月13日に復帰後は、比較的安定した投球を見せると、10月1日には、同率主位になったコロラドロッキーズとのタイブレークゲームの先発を任され、6.2回、無失点に加えて、敵自代も放つ活躍で、チームの勝利及び6連覇に大きく貢献した。 最終成績は23先発で8勝5敗、防御率2.62だった。ポストシーズンでは最初の2先発は炎上したが、その後は立て直した。2019年は時折炎上することもあったが、自身初の寒風を記録するなど安定した結果を残し、オールスターに初選出された。最終成績は14勝4敗、防御率3.26だった。 ポストシーズンのディビジョンシリーズでは、第1戦と第5戦に先発し、計12.1回1失点で、防御率0.71の高成績だったが、チームは敗退した。細みながら威力のある球を投げ込む、本格ハミギュで、4ーシームは最速100マイルパーアワーで、平均球速は、先発投手としては、上位の96マイルパーアワーを誇る。 ほぼ同じ速度のツーシームも投げ分けることができ、さらに平均81マイルパーアワーで大きく変化するカーブ、平均91マイルパーアワーのカットボール、平均88マイルパーアワーのスライバーを織り混ぜる脱三新型の投手。ありがとうございます。